はい、どうも、喫煙動画始めていきたいと思います。今回はバリシャグのハーフスワレ。これも以前吸ってみて、うまかったっていう思いがあるんで買いました。はい。それでは開けていきまーす。こちらバリシャグハーフスワレは 40g 入ってます。で、こちらに、巻き紙ね。まあこれはいいや。よいしょ。いい感じに湿ってますね。これも昔吸った時に、うめかったんだよな、これ。よいしょ、ほぐしてと。フィルターをつけてと。巻き紙はこちら、レーベルの、これなんだっけ、チェのシャグの、付属のやつですね。これを使います。では吸っていきましょう。おいしい。ドラムと比べると、チェの青と比べても比べると明らかに、まあチェの青の方が香りが弱いですね。やっぱりで、前回ドラム吸ったんですけど、やっぱり強いだけあって、いきなり1本だけ吸ったんですけど、ヤニクラが起きましたね。チェの青なんてほとんどヤニクラ起きなかったんで、やっぱり、何本吸ってもチェの青はね、ヤニクラ起きなかったんですけど、ドラムはもう一本だけでヤニクラ起きましたから、やっぱそれだけ強いんでしょうね。ちょっと香りが違うかな。ドラムに比べると、ちょっとだけ香りが違う気はしますけど、まあ、ちょっとドラムの方が香り強いような気はするんですけどね。ちょっと、わかんないですね。誤差かもしれません。やっぱでも美味しいわ。やっぱり美味しいな。
でもね、チェの青もね、吸っていくとね、何回か吸ってった時は分かったんですけど、なんかスモーキーみたいな、いわゆるウイスキーの、ラフロイグみたいな香りが、いわゆるピートのね、香りがするんですよね。ドラムとバリシャグは、そんなのないんですよ。だからちょっと特殊ですね。ウイスキーのスモーキーフレーバーみたいなのはあるんで。でもやっぱ、きついな、確かに。バリシャグは、やっぱあれだね。チェのさ、青はさ、すげえ、やっぱ軽いっすね。バリシャグとドラムはやっぱきつい。ここら辺喉がね、結構ね、イガイガッとする。ああ、香りもいいです。うん。ただ、ドラムと比べると、ちょっと香りが弱いような気はします。うん。個人的に、やっぱりドラムに軍配が上がるかなって感じはしますけどね。まあ、でも、実に美味しいタバコですね、これも。でもやっぱりそこそこ、やっぱり重いっていうか、きついタバコではあります。うん、美味しい。ということで、こちら四つ星、ご視聴ありがとうございました。